誰かに見られているような感覚を得たことはありませんか？隠しカメラの設置自体は難しくありませんが、隠しカメラを見つけることは簡単ではありません。公共の場にいる際、防犯カメラは至るところをカバーしています。さて、あなたは今一体誰に監視されているのでしょうか？通りを歩き、友達とコーヒーを楽しむために道路を横断しようとしているあなた、いくつのカメラに監視されているのでしょうか？数えてみましょう。はじめに、通りの監視カメラは周りのみんなを監視しています。特に建物周りが厳重です。信号が青になったので道路を渡ります。現金を引き出そうと ATM に寄ってカウンターの近くに座っている友人と合流しました。違法に道路を渡っている人物を捉えるための交通信号機の上のカメラには気づかなかったかもしれません。次に ATM そのものに設置されたカメラ、さらに建物の入り口に2台、カフェの外に1台、カフェ内のカウンター周りに少なくとも2台。さて、今のところいくつですか？車を地下駐車場に停めて、友達のプレゼントを買うためにモールへ向かいます。ここにはいくつのカメラが設置されているでしょう？はじめに、上からあなたを監視しているカメラが数台存在します。到着したらチケットを取ると思いますが、万が一に備え、機械にはナンバープレートを録画するためのカメラが設置されています。立体駐車場内の場合、カメラが各階につき数十台備わっているはずです。最終的に車を止め、エレベーターに乗ってお店のある階へ向かいます。カメラは当たり前のように待ち受けているでしょう。モール内を歩き回ると、天井付近にさらにたくさんのカメラが設置されています。お店に入ると少なくとも3台のカメラが目に入りました。自撮りしているカップルのことも忘れてはいけません。さて、ポケットを探ると、皆さん常にスマホを携帯していますよね。好きな時にいい感じの写真を撮ったり動画を撮影したりしているはずです。しかし、誰かがあなたのスマホに無理やり遠隔操作でアクセスすることがあるかもしれません。このような状況では、アクセス者はあなたのスマホで好き放題することが可能です。スマホのカメラをオンにしたり、カメラロールを確認したり、ご心配なく。こういったようなトラブルは標的になりやすい有名人にしか起こりません。こういった犯罪者が電話番号を入手したら最後、あとは間違い電話をかけるだけで OK。 これで侵入完了です。カメラロールにアクセスできるだけでなく、連絡先、アカウント、パスワードを確認したり、メッセージを読んだりすることができます。暗号化されていたとしてもです。暗号化は元のメッセージの判読を不可能にするために文字をめちゃくちゃにします。ほとんどのチャットアプリはエンドツーエンド暗号化を利用していて、メッセージは送り手から送信され、プレーンテキストとして直接受け取り手に受信されます。この間、メッセージはメッセージアプリ企業、インターネットサービスプロバイダーの目に触れることはありません。悪質なプログラムがスマホのアクセスを得ると、アクセス者は使用者のあなたと同じようにメッセージを読むことが可能になってしまいます。通信を妨害するというよりは、スマホをミラーリングするイメージです。スマホの持ち主がキーボードで打っている内容を表示することができるため、相手はスマホで入力するパスワードを把握することもできてしまいます。このようなソフトウェアの運用には数百万ドルの費用がかかるため、使用できるのは交換くらいでしょう。現実的に考えて、一般の人にはアクセスができないはずです。ご自宅の庭にいるとしましょう。正面玄関から木の近くのゴミ箱まで、隠しカメラを設置できる場所は5万と存在します。さて、確認してみましょう。まずは正面玄関、ポーチの椅子、犬小屋の上、お利口さんだね。木の上、家の入り口の小さな岩、ガーデンノームやポーチの天井の中、緑がしばらく続く田舎道を運転しているとしましょう。周りには誰もいません。あなたは崖のそばで車を停止して、完全に暗くなる前に日没を楽しむことにしました。周りには人の姿がありません。あなたはカメラに監視されていないことにほっとします。ただ一つだけ例外があります。あなたを見ている唯一のカメラとは一体どこにあるのでしょう？車の中ではありません。見えないよう隠れています。さて、空を見上げてみましょう。衛星です。衛星は地球上のすべてを撮影しています。
あなたの車や細かいところまでは捉えることができませんが、確実にあなたを監視しています。四六時中、あなたはご近所さんの家へと招待されました。この部屋、何かがおかしい？よく調べようと動画を一時停止したあなた。特におかしなところはありません。隠しカメラがうまく設置されているサインもありません。しかし、少しズームインしてみましょうか。もっと近くまで寄ってください。はい、ただの壁ですよね。しかし、汚れのように見える小さなこの黒い穴、実はレンズなんです。このようなカメラは壁にドリルで設置されていて、大抵目線の高さを外れています。壁から少し離れてみましょう。部屋にはたくさんのアイテムが設置されています。本棚、壁掛け時計、照明、皆さんにとっては日常のアイテムに思われるかもしれません。しかし、隠しカメラを設置しようと考える人には絶好のチャンスです。本棚の上は最も散らかりやすい場所であるため、隠しカメラの置き場所としては最適です。簡単に購入できる空の本を入手して、中にカメラを入れ、レンズのために穴を開ければ、はい、監視されている側は全く気づかないでしょう。壁にかかっている絵にも隠しカメラが設置されている可能性があります。特に大きめのカメラです。安価な絵画には隠しカメラが設置されている可能性があります。レンズをカムフラージュしてうまい具合に設置することは難しくありません。壁掛け時計も隠しカメラに最適です。というよりも、時計自体がカメラを設置するのに適していると言えるでしょう。多少の作業が必要ですが、実現は可能です。なぜ設置が楽かというと、穴を開ける必要がありません。目覚まし時計やデジタル時計にも同じことが言えます。さて、次にリビングを見てみましょうか。ここから見ると快適そうですが、少なくとも5台のカメラが意図的に設置されています。ティッシュの箱はなぜコーヒーテーブルに設置されているのでしょう。確かに便利ではありますが、そのポジションに注目してください。デメリットとしては、誰かがティッシュを使ってカメラを移動させてしまうかもしれないというところでしょうか。角の花が置かれた場所は部屋全体を撮影できるワイドアングルカメラに最適です。3台目のカメラはテレビスタンドの横、ロゴに注目してください。テレビがオンになっている時の赤外線の光を模しています。4台目のカメラはコートハンガーの中に隠れています。夏は誰かがハンガーに物をかけに来る機会は少ないため、部屋の中で最も気づかれにくい場所だと言えるでしょう。最後のカメラは目の前にあります。正面のドアです。ほとんどのカメラは向かってくる人を撮影するため外向きですよね。今回の場合はカメラは両側をカバーしています。このようなカメラは今現在の映像を捉えて、どんなスマホやタブレットでも視聴することが可能です。何が恐ろしいかというと、世界中どこにいても映像の確認ができるということ。同じ国にいなくても、あなたの自宅のカメラの映像を視聴することができてしまうのです。カメラによっては移動しているものが感知されなければ、そもそも録画をしません。言い換えればモーションセンサー付きカメラです。この技術自体は新しくありませんが、存在しているということ自体がショッキングですよね。隠しカメラで撮影されていることに気づいた時には、大半がすでに手遅れです。ほとんどの場合、カメラは映像をライブ配信しているため打つ手はありません。映像はカメラに保存されていないため、映像修復も不可能でしょう。今この瞬間もたくさんの人があなたを監視しているかもしれません。